宮崎の未来に残すべき価値ある文化財。今回ご紹介する文化財は綾町にある療養校記念館。復元された綾城に隣接するように建つこの建物は、平成30年3月27日に国の登録有形文化財となりました。この療養校記念館は綾小学校の前身である療養小学校の校舎として、1888年明治21年に建設されたものです。それから3度の移築を経て、昭和63年に現在の場所に移され、その後療養校記念館となりました。この療養とは、明治17年に上畑、向高、宮原の3校が合併して療養小学校という名前で設立されました。当初は綾郷校とも呼ばれていました。療養校記念館の玄関には、どこか懐かしい雰囲気の漂う赤いポストがあります。これは昭和29年製の鉄製のポストで、終戦後物資の入手が軌道に乗り始めた頃に作られたものです。このポストをはじめ、ここには昔の生活を知ることができるものがたくさんあります。療養校記念館は木造平屋建てで、建築面積は212平方メートル、桁行きは27メートルあり、屋根は寄せ棟造り三瓦葺きとなっています。これは本瓦葺きを簡略したもので、江戸時代初期に開発された平瓦と丸瓦が一体となった瓦を使っています。外壁は雨水の浸透を防ぎやすいささらこ下に板張りで仕上げています。玄関を入ると存在感のある大きな下駄箱があります。当時の子どもたちはここで靴を脱ぎ、元気に教室に入っていったのでしょう。その玄関を過ぎると、まず目に入ってくるのが長い廊下です。この廊下に沿って3つの教室が並んで作られています。これは明治19年に公布された小学校令が示す標準的な教室の作りとなっていて、このような間取りの小学校が全国に数多く作られました。この療養校記念館は、実際に1957年、昭和32年まで校舎として使用されていたもので、建築当時の小学校の様子を今に伝えるものとして大変貴重なものだといえます。今では時の流れとともに、いろんなところが傷んだり色あせたりしてきていますが、よく見ればそんな箇所も当時の風景を思い描かせます。角がこすれて丸くなった柱の角、子どもたちが行き交うことですり減ったり散らけたりした床、そんな学び屋として使われていた痕跡がこの建物のさまざまなところに残っています。現在療養校記念館は歴史資料館として活用されていることから、建物内の各教室にはさまざまな懐かしいものが展示してあります。
昔の農村で使われていた農具関係や日頃使っていた食器類、今では使われなくなった道具など生活で使われていたものが集められています。その頃、身近にあったものへ触れることで当時の暮らしに思いを馳せることができます。このように展示されている品々の中にはとても懐かしいものや珍しい品もあり、見ているとまるでタイムスリップしたかのような気分を味わえることでしょう。療養校記念館、これは地域の歴史を知る上での貴重な資料として、これからも後世に残すべき大切な文化財です。